先日作った、あ、同じです。よろしくお願いします。先日作った、このクリキンポンを使って、ちょっとこれから、クリのモンブランを作っていこうと思います。ちょっと今いろいろ、電子レンジ使ってた途中で、抜けなくちゃいけない。すいません、なんかおかしくなっちゃった。で、このクリキンポンこのまま作ったやつ、まあ、このままで食べるの本当はそれで美味しいんだけど、ちょっと、アレンジしてみようかなと思って、やってみます。動画撮るのに慣れてないから、YouTube も、2回目、3回目でまだ、本当、難しいですね、こう喋りながら何かをやるというのは。でも、とても、やってて面白いというのはよくわかりました。ちなみに私は投資家で、投資をしながら、趣味でレジャーをやって、会社にもありますけど、要はなんか、好きなこと何でもやってるだけですって。混ぜましょう。これね、今、バターとね、ベーキングと混ぜたんですけど、ちょっとこれ全然滑らかなんで、ちょっと緩めかします。少し緩くしないといけないから、これでどのぐらいになるかな。本当もう今アレンジでやってるから、なんとも成功するかどうかわかんないですよ。あ、これ完全に中入った。なに、これでやるとダメなんですね。よくわかりましたね。バター加えたらめちゃめちゃ美味しい。これはこれであり。で、まあ今ね、このね、ペースト状にちょっとしてこんな感じに滑らかになりました。もうちょっとかな。実験みたいなもんなんでね、うまくいくかどうかわかんないんですよね。このね、牛乳も入れすぎると結局ぐちゃぐちゃになっちゃうから、ほんとちょっとずつ。もうだからね、レシピなんてないんですよね、これ今やってることは。ほんと適当すぎて。でもね、意外となんかいろいろ作ってきた中で分かったことは、やってみると意外となんとかなるっていうのが分かったね。でね、これね、この中に入れたいんだけど、どうやってね、入るの。ちょっとずつ。そもそもね、これ入れたところで出てくるかどうかもちょっとわかんないですね。出てきてほしいっていう願望は。さあ、ちょっとやってみます。出るかな。いや、出ないかな。あ、ダメでした。失敗。失敗。ちょっともったいないから、これをまた戻して。これね、チョコペンの書くやつ、チョコペンで書くやつ、わかるかな。ケーキとかさ、よくやるやつなんだけど、それでいけるかななんて今ちょっと思ったんだけど、やっぱりあの先っちょがあまりにも細すぎて、違うのを使いたいんだけど、先っちょがね、細いやつをやればうまくいくかな。これなんかどうかな。これ超細い。これにしよう。でね、この絞り袋、これ前ね、普通のビニール袋でやったらさ、この絞り袋と違ってふにゃふにゃしてるから全部周りにくっついちゃって失敗しちゃったんだよ。これからはね、ケーキとか生クリームの絞り袋、必ずこのちゃんとした絞り袋を使おうと決めて、ちゃんとね、ちゃんとしたものを使った方が間違いはないんだなっていうのがよくわかりました。めっちゃ感じないと言ってないのね、周りのそういうことね。この間一生懸命作ったやつだから、これさ、本当手間がかかってできたものだから、食べるときにも結構大事にっていうか、本当美味しく食べれたから。これ全部床が消毒して、床にテーブルが消毒してるから、綺麗なので、ちょっと作り方まで聞かないから、落としちゃってますけど、これもしね、誰かに忘れてるかなったらね、手袋もするし、衛生面はしっかりとやりますので、あくまでもこの手作り試作でやってるところをご愛嬌で見てもらえたら嬉しいです。これ入れてない、ここ入ってない、絞れないじゃんこれ。やっぱね、ダメだね、絞れなかったっていうのは本当難しい。なんだろう、いろいろ忘れる。ちょっと待って、お皿の説明どうでもいい。よし、あ、逆になっちゃった。ちょっと待って、そうで、この先ちょっと切って、この先ちょっと出して、で、これを今ちょっと滑らかにしたクリキンポンを押していきます。こっちにこう、硬いのやらないとね、ぐっと出るかな、ちょっと硬いんだよね、出るかな、来た、よし。で、このお皿、ちょっと入れしまう。残念。で、ちょっとこれ、ちっちゃいんですけど、カステラを作って使って、それを落ちます。で、このカステラにこうなのか、動画の YouTube。 ごめんなさい、なんか作ってる位置がこうなっちゃったで、うまくいくかな、ちょっと待ってやってみます。やっぱね、もっと滑らかじゃないとダメかな。いや、出ないや。うん、ちょっと分かったぞ。ちょっとね、こう詰まってる。ほんとぐったぐただなぁ。もうでもぐたぐたでも知らない。なんとか成功させたい。失敗しながらでも
いいものが作りたい、ね、いいものできたらね、きっとこれを食べてくれる人がいた時に喜んでもらえるんだなって思えば、なんとか自分のオリジナルみたいなものでもいいから作ってみたくなってしまうところです。出てきたけど、まだか。いくよ、出てきた。違う、袋破けた。なんで、ちょっと待って袋破けちゃって、あ、ここから出てきちゃって、これはダメだ。大丈夫、まだやり直せる。それではまたお願いします。よかったらチャンネル登録お願いします。